皆さんこんにちは。今日のおやつは焼き芋。じゃん。英検の勉強してまーす。第3話から個々のメンバーについて紹介をしてきたドキュメンタリーオブ BTG。 最後に紹介するメンバーは、皆さんこんにちは、ねねです。本章とかもたくさん見ていただけたらなって思います。ねねが語る本章とは、そして密着2ヶ月、優等生の彼女に大きな壁が。先輩かな、先輩アピールねねはとっても女子力が高くてしっかり者の女の子。実際彼女から届く動画はどれも可愛らしくて、雪初雪ですよ今年。わーい。学校のテストが終わりました。やったー。いくよ。結構狙えたメンバーの中では最年長、毎週レッスンのために徳島から通う頑張り屋さん。失礼しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。歌とダンスのスキルも高く、次の課題は表現力。ですが元気いっぱいな他のメンバーと比べると、どうしてもお姉さんということで意識してしまうのか、少しおとなしいイメージが。しかし4月の配信イベントでスキル評価されることが決まり、ねねは静かに燃えていました。明確に何位目指したいとかありますか？それはもう1位、1位しかないです。あの今まであのブレイクタイムガールすごいみんな仲良くて、なんかあんまり競い合いっていうのは、グループ内でもあの仲間でありライバルではあると思うんですけど、まあとはいえライバルなので、あの自分のこう弱点とかも、まあ分かってはいるんですけど、もっとこう自分のことを見つめるきっかけにもなると思うし、逆にそのメンバーのいいところとかも盗んでいったり、あここいいところあるなとかいう、あのそれぞれの魅力とかも再確認していけるチャンスかなって思います。あのね、パワーはそっちで出てね、こっちまで飛んできてるかって言ったら青いぐらい。密着していく中で徐々に悔しいという感情をあらわにし始めたねね。自分でもまだそんなレベルが全然足りてないっていうのは自覚はあるので、悔しいっていう部分の方が大きいです。今の目標は自分に負けないことです。私は結構先生にも自分に甘いって言われたりすることも多いし、あの自分でもまだ頑張りが足りてないなって思うし、こうしたいって思っていてもそこまでたどり着けなかったりするので、そういうところが自分の弱いところかなって思います。すいません。苦手なことこそ積極的に挑戦し、自分を追い込み続けるねねの姿はかっこいい。今年の抱負は、私がついに高校生になる年なので、勉強もレッスンも両方文武両道で頑張ることです。そして今年こそは皆さんの前でパフォーマンスできることを心待ちにしてレッスン頑張ります。可愛いだけじゃない。頑張り屋さんのねねに要注目。学校生活に厳しいレッスン、個々の仕事の両立、4月の配信イベントのため、自分たちのため、待ってくれている皆さんのため、彼女たちは走り続けます。そんな
みんなの今の思いを聞いてみると、練習しててきっと頑張って積み重ねていけば、時間が経てばそのいい状態に、お客さんに見せれるギリギリの状態にはその4月までに持っていける気もするけど、そのギリギリのラインになる気がして、このままじゃなんかそのお客さんに見せれる、まあ見せてもいいかなみたいな、だからなんかそのギリギリのラインじゃなくて、なんかこれは見せるしかない、見せないともったいないっていうぐらいお客さんにその褒めてもらえるぐらい、お世辞とかじゃなくて心からすごかったよって言ってもらえるぐらい頑張らなきゃいけないなっていうのを今日改めて感じました。やっぱりダンスだけとか歌だけとかじゃなくて、なんか全部が完璧にできるようになりたいと思ってるし、感情もなんか自分の中では伝わるようにして、もっと意欲的になって、もっとこれ見せたいとかお客さんに届けたいっていう気持ちを持ってやらないと、なんていうの、レベルがどんどん今よりも落ちていっちゃうから頑張ります。今まで頑張って踊ってるっていう感じのパフォーマンスだったので、もう見せるダンスを踊れるように頑張りたいなって思ってます。自分のグループやから自分でも責任を持ってというか、そういう面でもチームで支えていけるようにこう励まし合ってというか、もっとこう自分たちで上に上げていかんとあかんなっていうのはすごい思います。みんなの心に芽生え始めたプロ意識というもの。しかし練習が足りない、自分たちのオリジナル曲で、いやね、ほんまに何見せられたんやろっていう感じ。うわ、歌ったら最悪やんとか、踊りもぐちゃぐちゃになってるやん、じゃ意味がない。仲がいい、それだけではダメな世界。それぞれが仲間、そしてライバルとしてお互いに自分自身に向き合います。美咲、アリサ、アオイ、ヒマリ、ネネ、みんなの技術、思い、5人の力が大きくなればきっとブレイクタイムガールズはもっともっと素敵なグループになっていくでしょう。熱いパッションを胸に頑張れラッキーガールたち。大体みんなが現状どういうパフォーマンスができているかっていうのを今日チェックします。